ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が激しさを増す中、新潟市で高校生が難民となったウクライナの人たちを支援しようと募金活動を行いました。今日、バンダイシティの一角に3人の高校生が立ちました。呼びかけたのはウクライナ人への支援です。今ウクライナはロシアからの侵攻を受けています。微力だけど無力ではありません。3人は高校生平和大使。高校生平和大使は20年以上の歴史があり、核兵器の廃絶や平和を訴えてきました。今回の募金活動は戦火を避けて国外に出て難民となったウクライナの人のためになればと3人が考え実行に移しました。子どもとかが一人で泣いて歩いてる映像とか見て自分も心痛くなって、もう絶対に戦争反対なのですごい頑張ってそれを声を上げてくれているので、少しでも力になれたらなと思って。同じ平和への思いを持っている方がこう街にたくさんいるっていうのもすごく実感できたので、この活動を続けて、この思いが世界に伝わるといいなと思っています。募金や署名は絶対に形になります。平和へと絶対につながっていくと思います。寄せられた募金はウクライナ難民の支援に役立てられます。